片岡監督、理想的な野球をしてしまう。素晴らしい野球。片岡ドラゴンズ、ロッテに対して0対1で勝利を収めた中日。根尾が7回まで踏ん張り、1点差で勝利した。この1点を守りきるという落合野球の理想を成し遂げた試合となった。素晴らしい展開。10年ほど前につまらないと言われた勝野球。今の中日はこれさえできない定期。1点を守れないんじゃなくて、1点も取れない、落合がいても改善不可能な素晴らしいチーム。マジで村松のタイムリーに救われたな。ネオくんが勝てたから何でもいいや。マジで調子いいよな。援護が1点だけでかわいそうだよ。かつての川上や吉見、山本も1点の援護点だけで、勝ちまで持ってくのは苦しかったやろうな。ネオくんが頑張っている。それだけでいいやん。来季も完封試合が多いのかな。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。